こんにちは。こんにちは。三人の兄たちは、頭が悪いから、東大へ行った。自分は頭がいいから、将棋差しになった。これは、5. 米長国を衛生規制が言ったとされている言葉ですが、米長衛生規制ご自身は、この言葉を直接的には語られていないようです。今回は、この話に踏み込んでいきたいと思います。米長衛生規制は、 四男一女の兄弟の四男で、三人のお兄さんが、皆、東大に入学、卒業をしています。いつの頃からか、兄たちは、頭が悪いから、東大へ行った、の言葉が有名になりましたが、米永永世規制は、この言葉について、次のように話しています。一つは、1998年の週刊朝日での、作家の林真理子さんとの対談でのこと。 それは芹沢博文という先輩の作り話で僕はそういう本当のことは言わないんですと述べています林真理子さんも米長永,永,永世規聖も同じ山梨県出身ですね実は林さんと米長永,永,永世規聖は将棋世界史上で1986年にも対談をしていますその時は 東大の話題は出なかったということですね。そうなんです。この対談は、泥沼流米長の爽やか美女対談という企画で全20回、20人の女性が登場したわけですが、東大の話題は一度も出てきていません。まだ、この頃には、広く知られた言葉ではなかったのかもしれません。話を戻しましょう。もう1件は、読売新聞で、 2008年1月から2月に20回にわたり掲載された時代の証言者で米長衛生規制が語り将棋担当だった西条光一記者が執筆した記事ですこの記事にはもともとは芹沢博文九段による米長がこう言ったという冗談であり本人はこのような発言をしていないというしかしあながち間違っていないと思い 米長衛星規制は積極的に訂正しなかった。という内容が書かれています。二つとも。ご本人が話しているのだから、当然といえば当然なのですが。同じ内容で、整合性が取れています。まとめると。もともとは、セリザ九段が創作したジョークである。でも、あながち間違っていないと思い、積極的には訂正しなかった。ということですね。 そういうことになります。芹沢九段は、若い頃は天才と呼ばれ、また、将棋以外にも多彩で、観戦期やエッセイなどの分泌、テレビやラジオへの出演など、幅広い活躍をしていました。ところで、芹沢九段のジョークの元になったと考えられる対談があります。将棋世界1972年1月号、連載対談。 番上番外、騎士になってよかったなより。ホストは維持評論家の石垣淳二さん。ゲストは、米長国夫八段、当時です。お兄さんは、三人とも、将棋がお強いそうですが。どのくらいお差しですかアマチュアの三四段でしょうか。そのお兄さん三人とも東大へフリーパスだったそうですが。人口二万の町で、スラスラと兄弟揃って東大入学は、一つの話題になったでしょうね。 浪人したのもいましたが、一年ぐらいの浪人は当然でしょう。あなたも、小学校の時は抜群の成績だったそうですから、東大に入って大倉事務官になれば、騎士の収入が多いという側に回っていたかもしれませんよ。この間、兄弟揃った時、どうも、東大卒の三人の給料より、私の方が年収はちょっと多かったので、兄たちは腐っていました。 へえ三人分足して、ひどいことになっているもんだな。もっとも、あと十年ぐらい経つと、今度は三人のどれよりも、少ないなんということになるかもしれませんが。後年の個性あふれる、米長永衛永永生規制とは、またイメージの違う。本当に爽やか流の米長八段ですね。この頃二十八歳。永久に昇級して、一年目のことでした。 東大卒の3人の人給料より、私の方が年収はちょっと多かったので兄たちは腐っていましたが芹沢九段のジョークの原点になるのかもしれませんね兄たちは頭が悪いから東大へ行ったまあ米長永,永生規制が直接行ったかどうかは別としてもご本人公認の言葉であることは間違いありません 米長衛星規制のサービス精神の表れと言えるとも思います。インパクトのある言葉で面白いのですが、真面目に考えると、東大に入るのと騎士になるのを比べるのは、アイスクリームとトンカツ、どちらが美味しいのかを比べるようなもので、そもそも比較ができないですよね。美味しそうなアイスクリームですね。それはともかく、米長衛星規制のお兄さん三人が、 どのような事情で東大に入ったのか、見てみたいと思います。次男の米長治さんが、子供時代のこと、お母様のことについて、書かれています。米長家は、何代も続く地主でしたが、戦後の農地改革などで、田畑のほとんどを失ってしまいました。また、お父様が病弱だったので、お母様がわずかに残った畑を耕し、 残ったタバコ屋を営みながら生活を支えていました。お子さんが多かったから大変だったでしょうね。説明欄にリンクを貼っていますので後から米長治さんの文章をお読みいただきたいのですがかなり生活が苦しかったようです。一番上のお兄さんは一家の家計を支えるため中学を卒業したら高校に出る予定でした。ところが 担任の先生から、成績がいいのだから、歯を食いしばってでも高校へ行かせるべきだと言われ、親族会議の結果、長男だけは高校まで行かせることとなりました。ところが、お兄さんは高校へ進学すると、東大という大学があり、その大学は、学費、業費がただ同然、お金がなくても入学できることを知りました。ただし、入学試験は長男間。 それから、お兄さんは、猛烈に勉強をするようになります。そうすると、いつもは、子供たちに、畑仕事などの用事をいろいろと言いつけるお母さんが、勉強をしているときの一番上のお兄さんには、何も言いつけなくなりました。畑仕事から戻ってくる次男、三男は、その様子を見て、お母さんに不平を述べますが、お母さんは、兄は勉強してるじゃないか、と言い、 その訴えを跳ねつけます。次男と三男は、勉強をすれば畑仕事などをしなくていいんだと思うようになり、二人も一生懸命勉強をするようになります。お母さんは、一度も勉強しろとは言わなかったということですが、三人とも東大へ入ることになりました。すごいですね。素晴らしいお母様ですね。次男の修さんは、奉公か東大か。 私たちには、それしか道がなかったのだと書かれています。四男の米長衛生規制が、将棋の道へ進んだのも、同じような理由からでした。国尾少年が、小学校六年生の時、山梨でアマチュア将棋大会が開催され、初段未満の部で優勝しました。すると翌日、大会で審判長を務めた佐瀬雄二七段、当時が、お母さんに、 国をを少年を内弟子に欲ししいと申し出ます。将棋のことは全く知らなかったお母さんですが、打ち弟子になれば、生活費はもちろん、経済的には一切面倒を見るという申し出だったので、お母さんはこれを受けました。奉公か東大かきしか、という選択だったんですね。そういうことになります。 将棋にとことん集中します。国を少年が奨励会に入ってから、正月休みに実会帰ってきた時など、お母さんは国を少年には何も用事を言いつけず、食事の手伝いや布団の上げ下げはお兄さんたちがやっていたとのことです。お母様は勉強している時には何も用事を言いつけなかったように、奨励会はずっと勉強だからということなんでしょうね。 お母さんが営んでいたタバコ屋は、その後、商売が軌道に乗りますが、三人が東大を卒業して社会人になっても、米長衛生規制が名人になっても、それまでと同じようにタバコ屋を続け、畑を耕していたということです。写真は、1993年7月、京王プラザホテルで行われた、米長名人就位式の時のものです。 二上達也会長から名人衰退状を受ける写真。祝賀パーティーでの鏡割り。左から出羽の海親方、仙台二子山親方。米長名人を挟んで市川段十郎さん、江原慎次郎さん。弟子一同から名人夫妻に旅行券がプレゼントされる写真。そしてこの日は、お母様も会場に来ていて、 一緒に記念写真に写っています。米長名人の向かって、右手前の女性がお母様です。ああ、とてもいい写真ですね。女手一つで、大変な苦労をしながら、子供たちを育てたお母さん。本当にいい写真です。それでは、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画で、お会いしましょう。